にちは、小汁吉明です。今回とても困難な状況の中でこの展覧会の実現に向けてご尽力くださった実行委員会並びに事務局、審査員、富山市ガラス美術館、協賛各社はじめ関係者の皆様に心より御礼申し上げます。僕はもともと物事がその形を得ていくプロセスに関心があります。かつて机の上に放置していたみかんが半年ほどして、小さな茶色いピンポン玉のようにしぼんでいったのを見て以来、消えゆく生命の姿にこそ、その本質的な構造の現れを見るようになりました。実際に素材をいじっていると、そこで生じてくるエラーやノイズのような一見、不具合に見える様相に惹かれることがよくあります。それらもまた、素材の本性の声なのではないか。そういう感覚で、これは多孔質なガラスとの出会いによってより鮮明になりました。僕はその声をできる限り剥き出しのままの構造体として取り出したいと思っています。その上で大切にしているのは、僕がすることと素材がなることの関係性です。今回の作品は電気炉で2回焼成しています。1回目はふくらし粉を混ぜたガラスの粉を鋳型に入れて焼き、入れています。ちょうど食パンを焼くようなイメージでいいかと思います。で2回目は、その鋳型を外した食パンを再加熱しています。膨らんでいたパンは熱によってしぼみ始めて、自重によっても、潰れていこうとしていきます。僕はこの過程で、この素材が独自の構造をあらわにする美しい瞬間、それを、捕まえて形として取り出したい。そう思って試みています。こんなことを続けてきて今では、私と素材ではなく、私も物質も、また環境もそれら含めてが素材であってその共同という感触があります。お互いが動き動かされていくこと、これが、素材を扱うことの僕にとっての醍醐味です。こうした結果をよく見てみると、何かの秘密に少し手が届いたことの証が隠されているかもしれない。そんな期待も湧いてきます。これからも記録された物事を見届けつつ、美の裏側にある事情、そんなものを、探っていけたらと念じています。最後に今回、このような賞をいただき、また未体験で不確実な状況の中で多くの作り手の方々が手を動かし続けていることを知り、そして世界中から寄せていただいた作品にも実際に会うことができたことでとても力を得ています。また本編に関心を持ってくださっている皆様に感謝しています。どうもありがとうございました。